はい、ラグナージュアルの聖地です。今日はですね、あの26日がね、あのゆいさんの誕生日だったんですよね。ということで、この曲をお送りしたいと思います。僕の好きな曲なんですよ。明日行くところにちょっと関係してます。アルバムフロム、ん？フロムユートゥーじゃない、ホリディンドサンに入ってた曲、エスカ、聴いてください。ゆいさんもうにね、ずっと好きなんです、僕は。エスカーとか、ちなみに江ノ島にはエスカレーターなんです。でマスタイとかそれもっとエスカーっぽい。大きな旅を曲がって近づく、ぼんやり見えるあれが130度線登ったら、下手したんだ冬の空、恋してるあなたのすぐそばに、あたしじゃダメかな。キラキラ光る海の向こうに、サポートが揺れる四季の I'm in love。さすがに鎌倉あたり歩くと思ってたから、知らない場所に浮かれてるの。手ごと台に登ったら外まじないかけるわ、恋してるファミレスの地図期待してるみたいよ。サラサラの髪流れる人に視線気にする、失敗の I mean no。 キーボードアリサさんです。ベースがバッキーで、ドラムがクリスで、マイマイかな、サドル系エスカに乗って、オーベイビーオーベイビー、頂上ついて風になってハッピーだね、もうハッピーだね。あなたのすぐそばに、私じゃダメかな。キラキラ光る海の向こうに、笑顔が揺れるお願い、ビーナスファミレスの駐車場眠ってしまった。ゆくれの江戸で手を振る子供、バイバイな咲く四季のアイミンラを見てみたいと思います。流しています。まあ、スノーか、久々に歌うと思うな、ね、アレンジが効いてます。アレンジ効かしちゃったか、ごめん。ゆいさんが好きすぎてなんかこうなっちゃうんですよ。チャンネル登録本当お願いします皆さん。ジビッ